皆さんこんにちは、ダビデです。 Benvenuti a Roma。 本シリーズには毎月ローマの地区を一つ一つ紹介しているんですけれども、今回はポンテ地区の番です。ポンテってイタリア語では橋という意味なんですけれども、一体どういう橋の話なんでしょうか。散歩の終わりには詳しく名前の由来を説明するつもりなんですけれども、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このポンテ地区には面白いところはありますか。早速靴紐を結んでいきましょう。実はね、皆さんスタート地点からそれほど移動してないんですけれども、あれをご覧ください。ジュリア・ロバーツの家ではなく猿の塔です。実はね、皆さんこの家はジュリア・ロバーツ周辺の映画の影響ですごく有名なんですけれども、観光客の範囲でね。しかしこの話を聞いてください。この塔は中世時代に作られたもんだったんですけれども、ここに住んでた家族は猿を飼ってたらしいです。その猿はなんと生まれたばかりの赤ちゃんをさらって塔のてっぺんまで登りました。みんなはね、どうしたらいいのかとね、赤ちゃんが危なかったので、なんか飼い主も塔方に食えてたんですけれども、その後聖母マリア様に祈りを捧げたら、まさか猿が無事にね、赤ちゃんを地上まで戻しました。おかげでハノイから塔のてっぺんには聖母マリア様の彫刻があります。そしてその事件にちなんで、この塔は猿の塔として知られています。ということでね、皆さん上を向いてローマをね、散策しましょう。今はオルツォ通りを歩いています。実はこのポンテ地区はバチカン近くから全く離れてないので、ルーナセンスキからこのバチカン近くを目指してた旅人巡礼者たちはよくこの辺にあった宿屋で泊まってたんですよ。残念ながらその昔からあった宿屋は次々とね、潰れてしまったんですけれども、今でもその跡が残っています。この辺にある通りの名前は熊通り、狐通り、兵隊さん通りなど、昔この辺にあった宿屋の名前にちなんでこう呼ばれています。今でも。ということでね、皆さんローマには終わりの概念がありません。はい、オウソ通りをこのまま歩くと私の大好きな美術館まで到着します。ナポレオン美術館。ナポレオンとローマどういう関係があるの。皆さんこれはすごく不思議なことなんですけれども、確かにナポレオンは実際にローマに来たわけではないんですけれども、しかし彼が亡くなった後、お母さんとか妹などローマに引っ越しました。長年ナポレオンの子孫がこの建物の中に住んでたんですけれども、その後ナポレオンの甥っ子ジュセッペ・プリモリ伯爵は、まあ、亡くなる前にローマ政府にこの建物と中に入ってたものを全て残してくれました。今はね、このように博物館として利用されてるんですけれども、中にはナポレオンが実際に使ったものとか、すごくおしゃれなドレスとかもね、展示されています。そして入場は無料ですよ。はい、行かないと損しますよね。ナポレオンから時代が変わります。今はロバの話をしましょう。ロバって皆さんご覧ください。とっても可愛い飛んでるロバの落書きなんですよね。ローマにはね、残念ながら意味がない落書きが多いなんですけれども、この飛んでるロバの落書きの話は全然違います。今はこのエリアはとても綺麗でおしゃれに見えるかもしれないけど、
実は1970年あたりに道が汚れてたし、治安もあんまり良くなかったので、若い学生たちは世間の注目を集めるためにこのロバを含めて家にたくさんの絵を描き始めました。現実の世界でありえない飛んでるロバと同じように、あの若い学生たちはどうせ騒いでも何も変わらないだろうという気持ちを感じてたのでしょう。しかしね、皆さん、ハッピーエンドがありますよ。その後ローマ政府はね、なんと動き出して、そしてこのエリアは綺麗になりました。その後はここに描かれてた落書きはほとんど消されたんですけれども、唯一残っているのはこの飛んでる老婆です。いつもと変わらない道と思いきや、おとても綺麗なお家でしょう。実はね、皆さん、昔にはローマにはこのように、まあ、フレスコ画で描かれていたお家がたくさんあったんですけれども、なんかステータスみたいな感じだったんですよね。しかし今は現在色褪せてしまった家が多いものの、こうしてたくさんが残っているので、散歩の時ぜひ探してみてくださいね。ローマには皇帝、教皇、政治家、アーティスト、聖人などたくさんの方々が住んだんですけれども、しかしこれから皆さんにご紹介したいこの家の持ち主はいつもと違います。彼女はフィアンメッタという名前の高級娼婦だったんですけれども、まさかはね、皆さん、当時には彼女はローマ人の間ですごく大人気だったんですよ。そしてあのチェーサレ・ボルジャと強い関係を持ってたらしいです。残念ながら現在は彼女の墓はどこにあるのか定かではないんですけれども、これは彼女のお家です。フィアンメッタの家ですね。とても可愛いなんですけれども、残念ながら見学は不可能です。でもこれだけでもね、写真撮ってもいいでしょう。皆さんがご存知の通り、ローマには有名な教会が多いなんですけれども、サンピエトロ大聖堂みたいにみんなに知られている教会だけではなく、このようにとてもこじんまりした教会もありますよね。これはパーチェの教会です。つまり平和の教会です。とても綺麗なんですけれども、中にはね、なんと面白い展覧会も定期的に開催されています。すごくはね、皆さんにとっておすすめの場所なんですけれども、一応これはなんとなくはね、ガイドブックにも載っています。皆さんはね、もうすでにご存知だと思いますけれども、私はガイドブックに載ってないイタリアを紹介したいですよ。ということで、この近くに、もうすぐ近くなんですけれども、さらに綺麗な教会がありますので行きましょうね。はい、皆さん、サンタ・マリア・デル・アニマ、魂の聖母マリア様教会です。すっごく綺麗なんですけれども、皆さんにもね、早く紹介したいなんで入りましょう。聖母の魂教会、一番印象に残るのは、まあ、個人的に信者を見守る星空のように描かれている天井ですが、内部全体はフレスコ画や彫刻なので美しいものたくさんあります。見学者ほとんどいないなんで、すっごくもったいないことですよ。はい、皆さん、あと少しで今日の散歩が終わりますけれども、今はコロナーリ通りを歩いています。この間の動画ではこのコロナーリ通りについて詳しく話したんですけれども、簡単に説明するとね、昔はここに十字架とか冠を売っていた工場、あの職人たちの工房があったんですよ、昔はね。ということで、この辺にみんなが一晩を過ごしてからお土産を買ってサンピエトロ大聖堂に向かってたんですよ、昔の旅人は。今とはあんまり変わらないんですけれども、残念ながら現在はこのコロナーリ通りには、まあ、十字架とかこのような工房がないんですけれども、その代わりに飲食店とか他のお土産屋さんが多いです。ぜひ皆さん、よかったらローマの昔ながらの雰囲気を楽しみたい方におすすめですよ。
い、皆さん、ポンテサンタンジェロ、そうでしたよこのポンテ地区の橋はこのサンタンジェロ橋でした。すごくないですか。とっても有名な場所なんですけれども、実はね皆さん、数百年前までこのエリアにはティベレ川を渡るための橋がそれほど多くなかったんですよ。この辺にはこれしかなかったので、とても重要な場所でした。そしてここにはまあ200年前までね、あることが行われました。当ててみてください。はい、死刑が行われてたんですよ。しかしね皆さん、これはまあたくさんの命が亡くなってしまった場所なんですけれども、その一人の話をしてみたいと思います。ベアトリーチェ・チェンチ、16世紀に生きてた彼女はお父さんの虐待で苦しんでいました。それでお母さんと兄弟と一緒に父を殺すことにしました。すぐに捕まえてて、結局ただの被害者だったベアトリーチェと家族は斬首されました。いつもお祭りみたいに死刑を楽しみにしてたローマ市民も、あの日はさすがに若いベアトリーチェのために涙を流したんでしょう。ちなみにね皆さん、毎年の9月11日と12日の夜はこの橋にベアトリーチェちゃんの幽霊が現れるんですよ。ぜひ皆さん興味があれば橋を運んでみてはどうでしょうか。もしかしてベアトリーチェに会えるかもしれませんはい、皆さん今日の散歩が終わったんですけれども、サベリオ、アンディアンマンジャーレはい、皆さんこの辺にはね、レストランとかピザ屋さんが多いなんですけれども、今日は皆さんと一緒にローマならではのストリートフードを食べたいと思います。行きましょう行きましょう。はい、皆さん、いよいよスプリの番でございます。私はねスプリが大好きなんですけれども、まあ、スプリといえばローマのライスクロッケです。ご覧の通り中にはお米がたくさん入ってるんですけれども、こちらのお店のスプリはたくさんのバリエーションがあります。これはねカルボナーラ味のスプリですよ。とっても美味しそうですよね、金色で早速食べましょう。うん、うん、やっぱりねカルボナーラ味ならではの濃い味なんですけれども、すべてこのスプリの中に凝縮されているので、まるでタバラ箱みたいなんですよこれは定番のトマトソースたっぷりのスプリです。スプリって皆さん面白い言葉なんですけれども、由来はフランス語です。もともとはねスプリって、まあ、前日からハマったものを利用するためにね作られたものだったんですけれども、しかし中には思いがけないもの、つまりライスと、まあ、お米とモッツァレラチーズが入っているので、サプライズみたいなね、フランス語のね、はい、それにちなんでこれはね少しずつスプリになりました。面白いでしょうはい、皆さん今日はここまでになりますが、いかがだったのでしょうか。このポンテ地区にはサンタンジェロ城とか他に素敵なものがたくさんありますので、ぜひ皆さん散歩がてらここにもね散策してみてはどうでしょうかこのようにはね皆さん毎回新しいローマの美しい場所を紹介させていただいているんですけれども、日本の皆さんのご支援のほどよろしくお願いいたします。ご支援といえば動画のご視聴、チャンネルの登録、そしていいね、コメントなどなどなんですけれども、ステップアップしたい方は会員になってみてはどうでしょうか。会員になれば会員限定のチャット、そしてライブなどというようなこのような特典もありますので、よかったらぜひぜひ。そして痛い液体は YouTube チャンネルだけではなく、インスタと Facebook のアカウントもあります。ぜひいつもと違うイタリアを知りたい方、フォローのほどよろしくお願いいたします。ということで、また来週お会いしましょう。アリベデルチ。